ロバニエミの戦いは、ラップランド戦争で行われた戦い。戦いは、フィンランド気候師団とドイツ第20、三岳師団によって、ロバニエミ南部で行われた。この戦闘に先立ち、町は、ドイツ軍によって、散々に破壊された。ロバニエミの町は、フィンランド北部ラップランドの県都であった。第二次世界大戦の間は、フィンランド北東のペチャモの北海を望む港、 リーナハマリに続く重要な交通の拠点として使われた。継続戦争が始まった1941年、フィンランド政府はソ連との戦闘に備え、ラップランド地方の国境防衛を同盟国であるドイツと協力することを決め、この地にドイツ第23学兵団の駐留を認めた。その後この地点を中心として、ペツアモのニッケル鉱山を占領し、 ペツモ近郊からムルマンスク攻略作戦を発揮し、さらに連合国のソ連への物資の輸送を阻んだ。さらにロバニエミは、ドイツの作戦本部が置かれており、ドイツ空軍ルフトバフェの第5航空艦隊の基地にもなるなど、フィンランド北部でのドイツの本拠地になっていた。ドイツ守備隊とラップランド住民の関係は、非常に友好的であった。しかし、 フィンランドがソ連と分離交和をしてからは悪化していた。ドイツ軍は20万を超える兵力をフィンランド国内に持っており、それらドイツ軍は未だソ連軍と戦争中であった。ソ連側はフィンランドにドイツ軍を2週間以内に領土内から追い立てるように求めたが、それは不可能な課題であった。ドイツ軍はフィンランドと特に戦わずにゆるゆると退却していた。 しかし、ソ連との条約を守っていることを示すために、フィンランド軍はドイツ軍と戦闘。トルニオの戦いで、ソ連軍にその証拠を示した。また、トルニオ作戦と同時に、フィンランド機構部隊は、北部のロバニエミに対しての進軍を開始した。トルニオの戦い以降、ドイツのフィンランド方面の将軍、ロタール・レンデュリックは、ラップランドでの焦土作戦を命令した。 この作戦は1942年にすでに用意されていた通りに行われた。ロバニエミエの焦土作戦はフィンランド軍の接近を知ったドイツ軍によって1944年10月10日に行われた。木造建築の多かったこの地区では火災が6日間続き13棟の建物しか残らなかった。ラップランドの町に住む住民はドイツ軍との衝突を予測して 9月にはすでに避難を完了しており、ラップランド地方の町はもぬけの殻であった。このため住民の被災者はなかった。ありがとうございます。